アルフレド・フィガロ・フィガロは、ドミニカ共和国様な州様な出身のプロ野球選手。いとこは、フェルナンド・ロドニーである。2006年にアマチュアフリーエージェントで、デトロイト・タイガースと契約を結んだ。この年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースでプレーし14試合に、登板4試合で先発し3勝1敗、防御率0.70の成績を残した。2007年は、 A 級、オネオンタタイガースに昇格し11試合に登板、4勝2敗、防御率3.38の成績を上げて、レイクランドタイガースに呼ばれた。レイクランドでは4試合に登板し、0勝2敗であった。2008年、A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスに、所属19試合に登板し、関東勝利2回を含む12勝を挙げて123イニングで96奪三振の成績を残した。 このシーズンもレイクランドに呼ばれたが5試合に先発し、低勝5敗、防御率4.91に終わった。2009年、AA 級、エリー・シー・ウルブズに所属、4月には、イースタンリーグ週間 MVP にも選ばれた。この年5勝2敗、防御率4.20の成績を上げた。同年6月20日、メジャーリーグに昇格。3試合に先発し17イニングで16。 脱三振を上げたが、防御率6.35で2勝2敗であった。2010年、メジャーでは中継ぎを中心に8試合に登板。防御率6.75、0勝2敗であった。オフの12月14日に放出された。2010年12月17日に、オリックスバファローズが獲得を発表した。2011年は、 開幕第3戦である4月14日の福岡ソフトバンクホークス戦で来日初登板、初先発を果たすが、2回表の5失点が響き、敗戦投手になった。その後2試合登板も勝ち星はつかず、登録抹消される。再登録された5月12日のソフトバンク戦では、国母勇気に通算400本塁打となる、ソロ本塁打を打たれるも、6回まで、 その1失点に抑える高頭で来日初勝利を挙げ、以降の連勝を記録。6月15日の交流戦の横浜ベイスターズ戦では、加賀茂から来日初ホームランのソロ本塁打を放った。しかし、この試合以降は高頭しても打線の援護に恵まれないなど白星が頭打ちとなり、8月下旬で一旦登録抹消。9月に復帰後はリリーフでの登板機会もあり、 9月18日のロッテ戦では3回から8回途中までのロングリリーフで1失点に抑えて白星を上げ続く9月25日の日本ハム戦では先発で7回無失点の高頭で復調したが10月2日の楽天戦では3回3失点で降板10月5日の西武戦ではビハインドの登板で1回4失点と打ち込まれ以後は2軍降格結局8勝6敗 防御率3.42の成績に終わった。2012年は金子千尋の故障もあって、3月30日のヤフードームでの開幕戦、チームの外国人投手としては2004年の具、宇つ明以来8年ぶりに開幕投手を務めるも5回、3失点で敗戦投手になる。その後も自身が粘りの投球を見せても、69回のうち援護点がわずか12得点。 7月7日の対ロッテ戦で5得点の援護があったが、その他の試合では最大1得点しかもらえないほど打線の援護にことごとく恵まれなかった。また、要所で請求を生み出す場面もある。と、結局は11試合の当番で未勝利に終わり、2004年の川崎健二郎以来8年ぶりに開幕投手のシーズン未勝利となった。オフにはドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。 12月19日に、ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結ぶが、オリックスが自由契約工事しない中での契約となり、オリックス球団本部補佐の横田昌作は、身分について解釈の食い違いがあるのではないかと話した。2013年1月28日に、オリックスが契約放棄を発表した。オリックスの契約破棄後は、ブルワーズとマイナー契約が成立し、 2013年3月30日にブルワーズとメジャー契約を結んだ。6月24日に借金を痛め、6月25日に15日間の故障者リスト入りした。7月24日に復帰。8月16日にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格したが、8月30日に再昇格した。この年は33試合に登板し、3勝3敗1、セーブ。 防御率4.14だった。2014年3月22日に、トリプル A 級ナッシュビルへ移動した。2014年11月28日、韓国プロ野球、サムスン・ライオンズと契約した。2015年3月28日、s k ワイバーンズ戦で公式戦開幕投手を務め、韓国初勝利を記録。13勝を記録したが同年限りで退団。 2016年6月24日、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。2017年2月9日、台湾プロ野球、統一ライオンズと契約した。同年限りで対談。2018年は、所属球団がなく、オフに、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加した。最速99マイルパーアーの威力あるストレートに、加え、変化球は80マイルパーアー序盤の、 スライダーカーブチェンジアップを有する。ありがとうございます。